ヘルムート・コイニクは、オーストリア・ウィーン出身のレーシングドライバーである。ヘルムート・コイニグと表記されることもある。ニュルブルク・リンクで BMW ・アルピナ3.0、CSL を狩るコイニクフーー・フォーミュラ・スーパー・ビー、フォーミュラ・フォード、ツーリング・カーなどで活躍。ルマン24時間レースにも参戦経験がある。1974年8月17日、ブラバムのマシンを使用するプライベーター・チーム・スクデリア、 フィノットから地元である第12戦オーストリア GP にエントリー。しかし、この際は予選落ちに終わっている。9月22日、第14戦カナダグランプリからは、ドライバー外赤シートの開いていたサーティースチームから参戦。予選を22位で通過し、10位で完走した。デビューから2週間後、ワトキンズグレンサーキットにて開催された。 最終戦アメリカ GP にも参戦したコイニクは予選を23位で通過2戦連続の決勝進出を果たしたしかし迎えた10月6日の決勝中10周目の中途カーブでサスペンショントラブルに見舞われた曲がらないまま3段ガードレールに接触したマシンは跳ね返ることなくそのままガードレール再下段を突き破って直進し別箇所のガードレールに激突して ようやく停止した。この事故で、濃い肉は、マシンジョブもろと木火を切断され即死した。生産な事故に至った原因は、ガードレールの構造上の欠陥とされている。ありがとうございます。